両風丸は幕末に佐賀藩が建造した蒸気船。日本で建造された最初の実用蒸気船である。海明的な藩主の鍋島直政の下で西洋軍事技術の導入に熱心だった佐賀藩は早くから近代海軍の整備にも取り組み、オランダに蒸気軍艦デンルーマ丸を発注するなどしていた。西洋式艦船の国産化も試み、 黒船来航翌年の1854年11月には蒸気船の国産を目指す方針を決定。1858年には長崎海軍練習所でカッター型ホブネ、アシタ、カゼマルを巡航させている。蒸気機関についても電流マルの交換用のボイラーや幕府船用のボイラーの製造経験を積んだ。そして1863年4月。 佐野城民や中村倉之助らを責任者としてついに蒸気船の寄港に至った。佐賀藩の軍港である三重海軍所で建造は進められ、からくりギエモンとして知られた田中久志枝氏らにより1865年に春港、両風丸と命名された。両風丸の洋目は全長60尺、幅11尺、蒸気機関は10馬力で、推進方式は外輪船だった。 船体は木造で外反などはクスの機材、甲板は松材が使われ、船底は汚れを防ぐために銅板被覆されていた。こうして竣工した両風丸は日本で最初の実用級蒸気船であると言われる。より古い国産蒸気船として、薩摩藩の雲行き丸が1855年に竣工しているが小型で船体も 和洋石中の実験的な船で、ボイラーの蒸気漏れがひどく機関の完成度も低かった。また、幕府も、戦闘丸という蒸気船を建造しているものの、詳細が不明で、どの程度の実用性があったのかも分かっていない。同じく幕府が建造した蒸気軍艦、千代田系は、飛行1862年で元船よりも先行していたが、竣工は後になっている。なお、 千代田系の蒸気機関用のボイラーも佐賀藩が受託製造したものだった。収益後、1865年3月29日には藩主が乗船して諫早湾の航海を行っている。その後も有明海での用人輸送などに使用された。1870年6月、有明海の竹崎美付近で座礁して廃船となり外国人に売却された。ありがとうございます。